大江隆清は、神奈川県ザマ市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。読売ジャイアンツ所属。東原小学校時代に軟式野球を始める。ザマ南中学校では横浜ヤングザムライに所属していた。道中学校卒業後、二小学者大学附属高等学校に進学。高校では、一年次から控えとして、ベンチ入りしており、同年主に、 リリーフとして登板。同校の全国高等学校野球選手権大会初出場に貢献した。翌年の選抜高等学校野球大会にも出場し、松山東高等学校相手に16奪三振の力投を見せるも試合には敗れた。2016年のドラフト会議で読売ジャイアンツから6位、指名された。11月16日、契約金3000万円。 年俸480万円で入団に合意。背番号は64に決まった。担当スカウトは吉武慎太郎。2017年は高卒ルーキーながら途中から2軍の先発ローテーションに加わり、12試合に登板し4勝3敗、防御率2.30の成績を残した。オフに20万円増の推定年俸500万円で契約を公開した。 2018年は一軍昇格なし。2軍では18試合に登板し3勝7敗、防御率4.58の成績であった。オフに60万円増の推定年俸560万円で契約を公開した。2019年の春季キャンプは一軍スタートとなった。開幕一軍入りを果たしたが、4月15日に,に軍降格となった。これ以降の一軍昇格はなく、 8試合の登板に終わり、0勝0敗1ホールド、防御率6.75を記録。2軍では23試合に登板し、2勝4敗、防御率5.06を記録した。オフに60万円増の推定年俸620万円で契約を公開した。2020年コロナウイルスで開幕が延期となり個人、調整期間中であった4月に、 宮本和智投手チーフコーチの勧めで投法をオーバースローからサイドスローに転向した。開幕一軍は果たせなかったが、7月24日に一軍登録されると救援陣の中でも主にワンポイントリリーフとしてフル回転し、高梨雄平、中川幸太、大竹博と共に万弱リリーフ陣を形成するなど43試合に登板。三勝0敗9ホールド。 防御率3.11を記録。飛躍の年となり、オフに1580万円増となる推定年俸2200万円で契約を公開した。2021年の春季キャンプは一軍スタートとなったが2月16日に右太もも裏を痛めて離脱。怪我の影響で開幕一軍入りを逃したが、開幕直後の4月6日に一軍登録、シーズン初登板を果たした。 高校時代の最速は時速1 4 9トル。プロ入り後の2020年に習得したプレートの左端に立って体を左方向に曲げながら左サイドスローで投げる変速投法が特徴。ありがとうございます。